君と同じ世界線に生まれたこと、出会えたこと、きっとね、僕の美味しいですね。何度食べても飽きないなっていう、もうずっと食べてられるくらい美味しいですね。はい、これも美味しいんですよね。このココアのビスケットとこのホワイトチョコが合わさってすっごい本当に美味しいです。これも僕大好きですね。いや、僕いちご好きなんですけど、この酸味と甘みのバランスめちゃくちゃいい感じで、本当のイチゴのみたいなイチゴ感っていうんですかね、があって、かつ塩味もあって、なんかすごいそのバランスが完璧だなって思うぐらい、イチゴ好きとしては最高です。いや、これもすごい人気なんですよね。リッチミルクファンがいるっていうぐらいって聞きます。僕はいただきます。ミルクのコクとスタンダードな方とはまた違った甘みで癒されるなって思います。この2種類僕どっちが好きかってさっき話したんですけど、選べなくて、それは食べたいシチュエーションでなんかちょっと違うなと思っていて、ミルクの方は撮影の合間とかに、スタンダードの方は台本覚えたり、めちゃくちゃこれ個人的な感覚なんですけど、君と同じ世界線に、まずこちらから、出会えたこと、やっぱめちゃくちゃ美味しいですね。このサブレ特に好きです。こっちが新しいバージョンか。ではいただきます。なんかもっとサクサクしてますかね。なるほど。いや、めちゃくちゃ美味しいですね。新しいサブレ、もう本当にこのサブレ自体で完成してると思いきや、さらにパワーアップしてとっても美味しくなっています。動画見ている皆さんもぜひ食べてみてください。アルフォートを代表としても新しいサブレとてもおすすめです。じゃん。この度アルフォートを代表になりました、アルフォート俳優赤楚衛二です。アルフォート好きとしてもう本当に嬉しいし光栄です。これからもどんどんアルフォートの魅力を全力で伝えていきたいと思います。今回推しっていうものがメインとなっていて、僕もアルフォートすごい好きなんですけども、アルフォート愛に囲まれた撮影現場だったなと思っていて、小道具から何から何までアルフォート愛に包まれていて、楽しくそして美味しい撮影だったなと思います。全部印象的なんですけど、もし僕が普段使いするとしたら、あのペン、結構その台本とかに書き込んだりするので、あれあったら嬉しいなって思いますね。あと靴下もすごいおしゃれな感じになっているので、これも結構僕はお気に入りです。あ、僕自身がめちゃくちゃ甘党ではあるんですけども、撮影の時って糖分欲するんですけども、すごく僕は助けられてまして、撮影中本当にバクバク食べてるので、結構僕の体の半分ぐらいアルフォートなんじゃないかなって思ってます。アルフォートが好きな人はみんなアルフォートということで、この動画を見ているそこのあなたも今日からアルフォート宣言をしてください。皆さん大好きだと思うんですけども、これからはちょっと口に出してアルフォートと言ってみましょう。
アルフォートをぜひ盛り上げていけるように僕も頑張りますので、皆さんも楽しんでください。以上、アルフォート代表赤楚衛二でした。君と同じ世界線に生まれたこと、出会えたこと、きっとね、僕の一生の全部使ったけれど、それでいいんだよ。あのね、来た夜の闇さえ君の冗談みたいな、愛しい笑顔に照らされて、きっと誰も知らないここにもここにもこんなとこにも僕のアルフォートへの愛が止まらないこと。アイアムアルフォート、アルフォートミニチョコレート。またアルフォート？え？ブルボン。